断的自衛権はダメよ、ダメダメ、愚直に反戦、愚直に反戦。カンパンマンも怒ってるじゃん。私は75歳で、あの戦争を知ってる世代なんですね。ですから、あのしかも焼け野原の中を生き延びてますので、あのその恐怖感というのをいまだにこうフラッシュバックします。 ですからこの集団的自衛権 の行使が容認されたらどうなるのかっていう危機感はもう波のものではありませんでした。それでどうしたらやめさせることができるのかっていうのを本当毎日のように考えまして、でそういう中でふっと、あの人口の半分は女性ですから、その女たちが立ち上がったらどうって思って、安倍あの政権はあの全身全霊でこれを取り込むと言ってますので、私たちは 全身全霊で反対して食い止めたい、そう思ってます。気持ちはですね、本当は沖縄に残っておりたいぐらいの気持ちでした。というのはもう身を剥がすようにして今ここに出てきたんですけれども、今現在この時も辺野古では座り込みを続けていましてね、それで強制排除で、女性たちが怪我をしたりもしてるんですね。ですから、そういうところに私も昨日までいたんですけれども、ここに来たのはやっぱり今の集団的自衛権を、これは今レッドカードだって言ってますけれども、今刻々とその進んでいるその基地建設に対してもノーという行為を、行動を取っていけたらと思います。私の18歳上の兄はまさにこの真っ赤な色の頭に小さな紙切れ1枚で戦場に行き、フィリピンで戦死をしています。本当に音楽が好きな兄でした。しかもジャズが好きでした。その相手の国と戦って死んだりしたことは本当に不本意だったと思います。たった一つ理屈はありません。人間が生んだ子でも人間が殺してはいけないということです。ただそれだけ。人が人を殺してはいけないということです。私は東京大空襲で家族全部を失い、3歳の時に孤児となったものです。全国には孤児となった人は12万人いました。孤児たちは国から見放されて、ゴミのような扱いをされ、ほとんどの子どもたちは飢えと寒さで死んでいきました。日本の平和のために、私たちは皆さんと共に頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。もう戦争はこりごりです。ありがとうございました。2年前、私が明日の自由を守る若手弁護士の会を立ち上げたとき、それは、すでに自民党が、あの改憲草案をですね、あの恐ろしい改憲草案を待ちされた自民党が選挙で圧勝して、第二次安倍政権が発足したとき、その衝撃を持って立ち上げたわけでございます。私が日々、この日本で暮らしていく中で、およそ信じて疑わない近代の思想、自由、立憲主義、民主主義、そして平和、それがですね、音を立てて崩れていくような気がしならなかったからです。外交という政治の失敗のつけを国民の命で払おうと、何の考えもなくそんな国づくりをしていく政権を私は本当に許すことができません。過去の戦争で負けたことを認めたくない、そして今一度ですね、経済力で勝てないなら軍事力で勝ちたい、そんなファンタジーのような妄想を引っさげてですね、国づくりをしていきたいという執念を、安倍首相がその執念を燃やすというのであれば、私はですね、とことんその野望を打ち砕くという執念に燃やせるようではありませんか、それをお伝え申し上げます。皆様と思いは一つです。この野望を打ち砕きたいという執念の赤です。そしてその政権への怒りの赤です。そしてまた平和、民主主義を愛するという情熱の赤で日本中を染めていきたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。私たち在日朝鮮人は今、ヘイトスピーチに象徴されるように、在特会などによる暴力的な民族差別にさらされています。朝鮮人殺せ、死ね、首つれ、そういった幾に絶えない暴言を絶叫しながら、核
白昼堂々街中を練り歩く外戦行為が日本全国で繰り返されました。でもなぜこんな露骨な差別が街中を確保するようになったのか、そこをよく考える必要があると思います。本来なら政府が率先して差別を解消すべきなのに、自らが差別を徹底的に作り出す、こんな上からの排外主義こそが今の在職会などの下からの排外主義を生み育て、そして育んでいるんじゃないでしょうか。在職会の結成は2006年イギリスも第一次安倍内閣発足の時期と重なります。これは単なる偶然でしょうか。安倍首相は今まで美しい国、自信を取り戻す、そういうスローガンを掲げて戦争をできる国づくりを進めてきた人です。私たちは日本で生まれ育ち、そして地域に馴染み、日本の友人たちと共に暮らしてきました。その友人たちと反目し、絶対に期待してはならない。皆さん、今こそ力を合わせて平和を勝ち取っていきましょう。ありがとうございました。1990年代、日本軍慰安婦として時代を受けたアジア各地の女性たちが長い沈黙を破って日本政府の責任を問いました。その告発によって、それまでなかったことにされてきた日本軍による制御令システムが明らかにされていきました。現在では重大な女性に対する暴力、人権侵害であることが国際的にも広く知られており、被害女性たちの勇気ある行動は政治性暴力の根絶に向けた国際世論を作ってきました。しかし慰安婦問題は過去のことではありません。現在の女の平和の課題そのものです。日本の総理大臣である安倍首相が繰り返す慰安婦の厚生連行はなかったとの妄言が、彼女たちの辛く苦しい日々を呼び起こし、今も名誉と人権を侵害しているのです。被害女性たちの戦争は終わっていません。武力で平和が作れないことは、これまでの歴史がはっきりと教えてくれています。男たちが作ってきた軍隊という暴力装置、武力による威嚇や攻撃という名の安全保障という名の暴力政策に、私たち女たちはきっぱりとレッドカードを突きつけたいと思います。これからも共に頑張りましょう。5年の夏に一通のメールが来ました。ネットカフェで妊娠8ヶ月の17歳の女の子でした。彼氏が逃げていって、これからどうしていいかわからないというメール。その日のうちに私は彼女にお会いして、数ヶ月お産無事にできました。ありがとう。本当に無事に生まれてよかった。ネットカフェでこのままいたらどうなってただろう。ありましたよね、そんな事件も。その女の子も彼氏も母子家庭や、一人親に育った子供たちでした。不利がもう連鎖しているんですね。政府は、子供の貧困対策法というのを作りました。そして8月にはその中身である子供の貧困対策大綱というのを作ったんですが、ほぼ新規予算ゼロ、やってる国、それには本当にがっかりしました。今もうすでに国内の中で食べていけない困難を抱えている人たちがいるんです。今が平和がないんです。そのことを知っていただきたいんです。これからもう一つ伝えたいのは、私たちが学習支援で付き合っている子どもたちの中に、いわゆるネット右翼が大好きな子どもがいます。わかります？自分たちの誇りをどこかで得たいと思って、毎日毎日そういうホームページ見て靖国神社に通う子どもがいます。今どこか街パップのように
か。なので今日本の国内にあるあたかも戦争状態のような大変な思いをしている子どもたちや若い人たちの問題を解決しない限り、この問題は解決しないんですということを伝えたいと思います。ありがとうございました。福島原発事故の被災地と戦場は同じです。ミサイルや機関銃はありませんが、ばらまかれた放射能によってじわじわと命と健康が脅かされます。事故を起こした者たちの責任は問われません。原発事故の被災地は戦場と同じです。福島を観察すればこの国の在り方がとてもよく見えてきます。私たち市民は国家の駒ではありません。私の命は私のものです。私たち女性は戦争も差別も基地も原発もいりません。飢えも暴力もレイプもいりません。欲しいのは一人一人が大切にされる、あらゆる命が尊ばれる世界です。何度でも赤く燃える炎となって国会を取り囲みましょう。日本中にこの炎を広げていきましょう。ありがとうございました。女たちは集団的自衛権の行使を認めません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 。女たちは人を殺し合うのは嫌です。よそ最近だと辺野古が夜工事に入ったりとか、まあ、本当戦争のもう武器輸出していいとか、まあ、本当にいろんなことが雪崩を打ってこう悪い方向に行ってるのが本当に嫌で、まあ、それでいい機会だと思ってきました。あまりにも政治と今市民のこう気持ちが離れているので、本当にこうなんていうんですかね、私たちのことは私たちに決めさせろっていうか、意見をちゃんと反映してほしいっていうのが一番強い気持ちです。女性が集まって何かどこまでできるのか分かんなくて、でも3000人ぐらいしか集まんないかもって主催手伝ってる人が言ってて、ダメじゃんと思って来たらすごい人がいて、すごい今日嬉しかった、うん、色決めたのはすごい良かったと思いますね。なんかやっぱり1個の塊感がちゃんと出たし、分かりやすかった、うん。